システム開発、社長亀井さんを、お迎えしてお話を伺いたいと思います。亀井さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、亀井社長と私はほぼ同世代ということで、そのパソコンの、パソコンというかコンピューターの黎明期の話から、始まって、最後にはその、若い人、要するに今の、若い人と昔の我々の時代、もしくはその先輩たちの時代の、生き方とか、それからその考え方の違いなんかが分かったりすればいいかなと思っております。それと同時に、まあ、社長が、若い人に何か提言がありましたら、それもいただければ嬉しいと思います。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ亀井社長、私は昭和30年なんですけども、その頃ってまだコンピューターって全然なかった時代で、まあ、もっとも僕なんかもエレクトロニクス少年だったので、アンプとか作ってたんですけども、まあ、それが高じてその、大学ちょっと卒業した頃ですか、卒業っていうか、まああれかな、そのまあ学生の頃ですかね、そういう話がどんどん入ってきて、まあただ僕の場合はすごいお金がかかってて、その買えなかったんですけど、それでこうなんだっけな、あの Z80 を基本にしたその TK80 だったかな、うんうん、というあの機械で、その打ち込んで機械ごと打ち込むやつをね、あの欲しいなと思ってたんですよね。あの頃で15万ぐらいした。そうですよね。はい、まあ、そういう話からちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、はい、まあ1979年にその PC8000 っていう PC の8ビットの、コンピューターって言うんですかね、あれはね、そうですね、まあ、はい、出ましたね。あそこら辺からちょっともしよければ話していただきたいと思うんですけど。そうですね、1979年だと私が大学卒業してこの会社に入ったのが1978年なんですね。だから会社に入って、まあ、すぐぐらいに出てきたんですけれども、まあ、その時はあんまり我々としてもそれを使うという発想になくて、うん、はい、で、まあ、その後富士通から FM8 というね、はいはい、これもパーソナルコンピューター出てきて、はい、まあ、その頃からそれを使ってね、なんかできないかということでいろいろは研究してたんですけど、はい、ただやはり8ビットって言ってもなかなかね、わからないと思うんですけど、やはりいろんな制約があって、まあちょっとしたものを作るにもなかなかこう使いづらいというところでですね、まあなかなか製品というのを作るのは難しかったんですけれども。じゃあその頃そのシステム開発では、コンピューターを使って何か製品を作ってはいなかったってことですか。そうですね、はい、そういう考えはあって、で実はやってみたんだけど、作ったら容量が大きすぎて入りきらないとかね、はい、ああなるほど、ね、今では考えられないことだと思うんですけれども、はい、あとスピードが出ないとかね、そういうところでちょっとこれじゃ難しいなと、はいはい、で16ビットの PC9800 ですかね、はいはい、あの辺が出てきた時に、まあ、なんとかこれでいけんじゃないかというところで、うんうん、実はね、当社では表計算ソフトというのをね、はいはい、作って、うん、昔出したんです。今もう売ってないんですけども、はいはい、まあ、そういうのをやっと作って世の中に出したということがね、あります。まあ、表計算というとエクセルとか今
有名ですよ、そういうタグのやつです。そうですね、あのエクセルの前にあのロータス123って、はいはい、ありましたね、はい、でその前に一番最初の表計算でいくとビジカルクというね、あ、それはちょっと知らないですけど、ビジカルクっていうのがあって、はい、ビジカルクっていうのは出来が良かったんですよ、はいはい、で今はあの Windows のシステムで、はい、あのいわゆるグラフィカルな表示じゃないですか、はいはいはい、昔のねパソコンって香川さんもご存知だと思うんだけど、はい、その文字を打ち込んでやるっていうね、はいはいはい、そういう時代にそのちょっとグラフィカルな形で表の形をディスプレイ出す、じゃあすごい画期的だったんですね。画期的ですね、はいはい、でしかもあの昔電卓、まあ、あれ学生の時に、ね、はい、関数電卓とか出てきて、はい、まあ、それでも効果だったんだけど、そういう機能ももう全部パソコンで使える、しかもそのビジカルでね、はい、しかもあれですよね、そのある一箇所を変えれば他も自動的に全部変わっていくというね、おだから画期的ですよね。でそのビジカルクがやっぱ元になってロータス123、それからあのエクセルが出てきたんじゃないかなっていうふうに思います。まああのエクセル関数とかそういうことですよね、うん、あのそれの前身とか。そうですね、例えば確かにそのパソコン、あパソコンじゃない、電卓じゃそうねできない、できないですよね、プログラムを組んでその計算はやるっていうのね。で実はね、うん、あの当社がその作ったマイカルクっていうのは、はいはい、単にその計算するだけじゃなくて、はい、ちょっとしたプログラムができるような機能を入れてたんですよ、はい、うん、だからそれが画期的だったんですけど、うん、なかなかそのやはり、ね、理解されません、売り続けるという、はい、たくさんの人にね買ってもらって売り続けるっていうのはできなくて、まあ、それでもねあのいくつかのお客さんには使っていただいて、この前ね2年ぐらい前にセミナーだったお客さん、はいはい、人にね、はい、あの名刺交換したんですよ、はいはい、使ってましたよという方が嬉しかったでしょ、嬉しかったですよ、マイカルクって知ってますよって、楽でしょ、あ、そうなんですけど、もうずいぶん前ですよね、はい、今から30年ぐらい前ですからね、はい、使ってましたよって言われて嬉しかったです、あ、そうですか、はい、それは嬉しいですよね、そういうのはね、まあ、もう今使われてないと思いますけど、ね、はいはい、うん、あ、そうですか、それからその、まあ、なんていうのか、その例えばこうコンピューターってその時代ってあまり知られてないじゃないですか、もうオペレーションも分かんないし、でその製品出してもこれどうやって使うのって言われたりとか、うんうん、まあこういうのなんだか分かんないよって言って、まあ営業かけても多分そんな感じだったと思うんですけども、そういう、ね、うん、当初はそのパソコンのパッケージソフトって売り出してるから、はいはい、それを営業かけるっていうんじゃなくて、はい、あの今はソフトバンクという会社あるじゃないですか、はいはい、でその会社、ね、うん、がちょうど出来上がった頃 で、はいはい、でソフトバンクって何やってるかっていう、はい、ソフトを、はい、そういう流通させてる会社だったんですよ。おお、つまりそういう作ってるところから買ってそれをユーザーにこう売るという、ね、うん、はい、そういうことを最初やられてたんですよ。おだからソフトバンクに取り扱ってもらうという。ああ、じゃあそこにそのオペレーションの、エキスパートを送り込んでいて、そこでまあ教育してみんなその人たちが行くって感じですか。うん、そうじゃなくて製品置いてもらって、うん、まあ、売ってもらうみたいな。あ、でもだって使い方が分かんないと。それはあの個別になります、うん、だからソフトバンクはそういう、うん、いやパッケージソフトを集めて、うん、そう売るというそういうことをやられたんですね。あ、じゃあ例えばそのオフィスソフトみたいな形でドカッとまとめていろんな会社のそうやってそうそうなんですよ、うん、そんなに昔はそんな種類なかったですから、はい。ああ、そうです、うん、だからソフトバンクってもともとそういう名前なんですよ。ああ、そうなんですか、うん、へえ、それはね、覚えありますよ。でも、まあ、そういう形で売るのと、まあ、直接ダイレクトで問い合わせ来るので、はいはい、売ってたんですけど。へえ、うん、そうなんですか。それからあれですか、そのマイカルコはまあどのぐらい売れたんですか。多分ね、100本ぐらい、3桁いってないですね。お100のオーダーですよね。あ、それじゃあちょっと厳しいですよね。でも1本で10万ぐらいで売ってましたから、はいはい、まあその頃の10万って結構大きいですよね。結構高いですからね、はい、うん、で、そのユーザーからしてみて、そのあ、これはいいよっていう声は出ましたか。使ってる方はね、結構使ってくれてました、うん、で、あとはパソコンをその各社がいろんなパソコン出すようになって、はいはいはい、いやそのバンドル、ソフトウェアのバンドルってやってましたよね、はい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 、で、いくつかの会社から声かかって、うん、そこにバンドルして出したっていうのもあるんですよ。まあ、そこは今の本数に入れてないんですけれども。あ、そういうのはいいですよね。バンドルにしとけばもうパソコンが売れれば自動的に売れちゃうわけですから。そうなんですよね、はい、まあ、でも
どれぐらいねユーザーの方いらっしゃったかわからないですけど、ね、まあちょっと宝の持ち腐れということもあるかもしれないですけどね、まあでも、まあ、会社としてはそれの方が楽ですよね。そうですね、はい、うん、でもやっぱりバンドリってのはやっぱり少し安くしなきゃ、かなり安いですかなり安くしなきゃダメなんですか、うん、そうでしょうね、まあ、それでもまあそれなりのね、はい、売り上げにはなりましたけど、ね、はい、うん、なるほど。そこから始まってその次にどんな感じで展開していったんですか、ソフトウェア的には。ソフトウェアはね、我々もともとその通信とかネットワーク関係の仕事がスタートなんですね。で、いわゆる大学間のネットワークとかって、ちょうど私が大学を卒業する頃に大学と大学がその通信で結んでデータやり取りするっていうのがちょうど始まった頃。それはどういうような、例えば講義のスワップとかそういう感じですか、それとも単に何でしょうね、そのやり取りができる、コンピューター間でやり取りができるという、そういうレベルの話からスタートしていったんだと思います。例えば大学の先生同士がそのなんか意見を交換するとかね。いや、そこまでじゃなくて、大学のコンピューター同士が接続できるという。ああ、まだそこまで。そんなレベルですね、はい、で、私がその大学卒業して最初にやった仕事が、あの大手銀行の国際ネットワークシステムみたいな感じで、ディーリングとかそういうこと。いや、もうそんなレベルじゃないです。あの単に回線をつないで、あのテレックスで文章をやり取りできるとか、はい、そのデータターミナルでそのデータのやり取りができるとか、はい、そういうレベルの話で、あの今言ったようにディーリングができるとかそういう話じゃないです、はい、でもそれを作り上げるだけでものすごく苦労してたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、例えばどういうところで、例えばかあの国際的に回線がつながるのが難しいとか、そういうことですか。回線はですね、うん、普通のその電話回線みたいなものを使って、はいはいはい、今みたいにスピード速くないですね、はい、で東京とロンドンとニューヨークみたいな、はい、で3局でつない で、うん、で何ができるかというと、テレックス、はい、それこういう打ち込んだやつの文章が打ち込んだら向こうに届くとかね、はいはい、そんなレベルの話をやってたんですね、うん、だから専用線でこうつなぐっていう話ではなくて、はいはい、まあ、今ファックスでやればどんどんつながるとかそういうのありますけど、うん、もうそんなのなくて、多分当時の通信手段はその国際電話、国際電話もつながりが悪いとかってあったと思うんですけど、で電子メールなんかなかったですから、はい、そういうテレックスとかで、はい、その単にその文字のやり取り、それをその回線、電話回線を使ってやり取りできるというね。それでも大変だった。それもでも大変、はい、今思うと なんでこんなことがあるくらい。そうですね、僕なんか素人なんで、うん、その大変さ分かんないですけど、うん、だから以前の我々がその大学卒業した時は、うん、もう電子メールはないし、うん、ファックスも当然ないし、うん、はい、通信手段としては電話かで、そういう電話以外の文字を残すっていうのはないから、はい、テレックス、はい、でテレックスもいわゆる自社内じゃなくて多分なんか外部を使う、で外部使うと情報漏洩とかあるから、はい、やっぱり内部の専用でやりたいっていうのがあって、はいはい、あのその某銀行はそういうシステムを構築したんだと思うんですけど、はい、じゃあそういうのにも相当なお金がかかったんですか。お金と時間かかってますよね。何ですかね、前ね、以前にそのJRC の安西先生って方とお会いしてね、はい、お話した時にそのファックスの開発の話をしてたんですけども、うん、やっぱりそう言ってましたね、結構大変だったね、はい、ファックスはそのテレックスよりもっと大変ですね、はいはい、うん、まあやっぱりそういう通信今でそこそね簡単にできそうですけど、やっぱり大変だったんですね。そうですね、うん、だから私があの会社ちょうどこの会社入った頃は、うんうん、ファックスなんてなかったんですよ、はい、それからもう少し経ってですから、うん、だからファックスのない時代にその文字のやり取りをどうするかっていう話で、そのテレックスをやるネットワークを通じてねやり取りしようっていう、そういう考えだったと思うんですけれども、あの何でしたっけ、こうテープがあるじゃないですか、はい、あれですよね、はい、あのパンチになってる。そうですよね、はい、うん、そんな感じを、ね、その前はこうトンツーですからね。そうですね、はい、うん、モールスでやってて、それを電信部にしてやってたのが今度はそのパンチの。そうですね、で文字が出てくるみたいなね、そういうことですよね。それからそのファックスになってという感じですかね。そうですね、でファックスの方が先ですが、電子メールはその後ですからね。ああ、はい、電子メールっていうのはコンピューターができてからなんですか。コンピューターができてからですね、で、はい、今そのパソコンの話をしましたけど、はいはい、その頃電子メールなくて、はい、当社から電子メールを取り入れたのが1990年代だったと思うんです、はいはいはい、
それもその他社とやり取りできるんじゃなくて、うん、社内で閉じた電子メール、うん、あ、クローズなんですか。クローズ で、はい、でそれはあのいわゆるワークステーションとか、はいはい、そういうホストコンピューターがあればできるんで、はいはいはい、それをね導入したのが最初かな。ああ、じゃあその例えばここでジムやってて向こうで、そう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 、それで、うん、ただそれだけ、そんな感じですね。それでも結構大変なんですか。それはねやっぱり電子メールのソフトウェアがあるんで、それを使えば、うん、あの簡単にはできたんですけども、ただそれを使う文化というかね、あ、そういうのがね、やっぱり作っていくって、やっぱりそういう文化を構築するっていうのも結構大変でした。その皆さんにこう波及するっていうのも、でもね やればすぐ慣れるんですね。お、うん、でそれは普及はしたんだけど、はい、今度あとそれ社外とつなぐようになると、はいはい、すごく便利になりました、ね。あ、なるほど。じゃあやっぱりその社内でそういうものを構築しておいて、それで発展系でそのだんだんと社外につないだっていう形なんですね。そうですね、まあ、そういう形でその通信から始まって、そういうパソコンの方に移動して、そのなんていうんですかね、その例えば亀井さんがその大学在学中は本当は電子の方じゃなくて、私も理学部の地質というところだから、そんなの全然関係ない時代でしたね、はいはい。そこからどうしてまた電子の方に。そこはですね、まあ、理学部でその当時ちょうどその大学もね、はい、コンピューター講座とか出てきて、はいはい、その頃あったのはフォートランの講座とか、ねはいはい、フォートランって今ご存知の方少ないと思うんですけど、はいはい、そういうのがちょうど黎明期だったんですね、うんうん。でその理学部の地質っていうと就職、うん、先あんまりないんです。そうですね、学校の先生ぐらいですよね、うん、ないからどうしようかなと思って、はい、これからコンピューターの時代だよねみたいなところ で大学でコンピューター勉強したわけじゃないんだけど、はいはい、就職活動してるうちに、まあ、別にそのもう勉強もね、うん、会社入ってできますよみたいな話で、あ、じゃ あのシステム開発にもう来た時にそういう話になっちゃってたんですか。その、うん、そうそう、会社来たらもう勉強できますよっていう、まあ、もちろんね、あ、まあ、多少そういう勉強があって、うん、その仕事やりながら勉強していったというところも多いんですけど、まあ、最初はね基本的なところを教えていただきましたね。例えばそういうその先輩方でやっぱりこうオーソリティっていうか、そのトップ走ってる先輩とかいらっしゃったんですか。 その時はその会社としてはこういう業界の会社少なかったんで、まあ、トップというかやはりそれなりにご存知の人がねいらっしゃいましたね。おお、じゃあ、文献を調べてっていうんじゃなくてよかったですね。そういう話じゃなくて、やっぱ自分たちの経験をもとに話をしていただいたという、はい、そんなところですね。だけど一番最初だとね、やっぱり最初の一つはこうやって見るしかないでしょうからね、うん、そうですね、まあ、実際にあの、うん、私この会社は1971年に創業してて、はいはいはい、その後78年に入ってますので、はいはい、まあ、できてね、何年か経った会社で、うんうん、まあ、仕事をいくつかやったっていう、そういう蓄積もあったんだと思いますよね、はいはい。じゃあそういう先輩たちはそのやっぱり独学でやられた方が多いんですか。最初はだからそういうソフトウェアの部門をスピンアウトして作った会社で、もともとは日産にいた人とかですね、はい、あとはその半導体のメーカーのトップエレクトロンですかね、はいはい、まあ、そこのソフトウェアをやってた人が独立して会社を作ったという、そんなところですね。でもその例えばあのデバイスの方でソフトウェア、そのどういう感じのソフトウェアですか。例えば何か走らせるのにちょっと使うとか、そんな感じですよね、マイクにして、うん、最初はもうそんな感じですよね、うんうん、だからそのデバイスだから、はい、こう他のデバイスとやり取りをするとか、うん、はい、 そうね、そういうところからスタートしてると思うんですね、うん。つまりこっちが信号ポート出たらこっちはこれだよっていう、そういうやつですよね、うん、だからまあそういうやり取りから始まって通信とかネットワークっていうのが、うん、はい、どうしても昔から得意分野でやってるっていうところになるんだと思いますけれどもね。やっぱり最、まあ、まあ分かんないけど、例えば一番最初はリレーとかそんなことから始まってたんですかね。どうなんでしょうね、うん、それに近いことやってたのかもしれないですよね。例えば大室さんとかあるじゃないですか、はい、立石電機とか、はい、ああいうところもやっぱりそういう、まあ、リレー、あそこらはリレーから始まってますけども、うん、そういう、なんていうの、ソフトウェアとかにやっぱり移行してたんでしょうかね。そうですよね、はい、でやっぱりあのスピンアウトした時に考えたのは、これからやっぱソフトウェアだけで商売できる時代になるという考えがあって、うん、あ、もうその時点で、うん、だからまあソフトウェアっていうもので、うん、
独立して、うん、食っていこうというね、そういう話で、会社作ったみたいですね。じゃあそこはちょっと先見の目がありますね。そうですね、なかなかね、やっぱりまあアメリカの動きもあったでしょうけども、これが本当にね、仕事になるのかって多分考えた人もいっぱいいると思いますよね、まあ、ただその頃からそのいわゆる大田コンピューターから始まって、うん、もう今は分かんないかもしれないけど、ミニコンっていうのがあったんです。ミニコンってのがあったんですか。僕方コンピューターに比べてミニだからミニコンです、はい、いや僕はマイクロコンピューターなら知ってますけど、だからそのミニコンよりまだちっちゃいからマイクロコンピューターで、はいはいはい、でマイクロコンピューターだとちょっと表現悪いからって、はい、パソコンにかパソコンのコンピューターに変わったんですけど、おだからミニコンってミニじゃなくて、今からすればでかいんですよ。どのぐらいの規模のことを言うんですか。ね、大きなやつになると人間の上半身くらいの大きさ、はい、でもまあこういう感じだから、まあ大きくはないです。昔大型コンピューターというとね、部屋を閉めるぐらいの、まあそうですよね、下手すればビル一軒あって、それで熱放熱するのに大変だとかいう話を聞いたことありますから、ね、だからそれに比べるともちっちゃいですよ、だからミニコンピューター、うん、それでもこういう部屋に1台ボーッと置いておしまいとか、そんな感じだったんですか。うちの会社はそんな感じじゃなくて、はい、まあ、部屋に置いてっていう形ですね、はいはい、その頃って例えば処理スピードってどのぐらいだったんですかね。処理スピードは今のパソコンに比べると本当に10分の1、いや、そんなレベルじゃないですよね。まだ違うと思います。ただその処理をどこに使うかっていう話じゃないですか、うんうん、で今のそのスマホにしてもパソコンにしても、うん、ユーザーインターフェースのところにものすごく処理をかけてますけど、まあグラフィックグラフィックとかね、はい、で動きも滑らかじゃないですか、はい、そうですね。で昔のコンピューターってそんなの全然ないですから、ね、まあコマンドとかそれで文字を打ち込んでその返事を待ってそ、ね、その繰り返しですから、はいはい、そこのね労力は全然コンピューター、まあテキストの方が軽いですからね、そうグラフィックよりはね、はい、まあ、そんなレベルなんで。そうですね、僕なんかがそのコンピューターいじり出した頃っていうのは、まあベーシックとかそういう時代、 NEC の98シリーズっていうんですか、あれが出てきた頃、それでも高くて買えなかったですけども、うん、そうですよね、うん、昔はフロッピーディスクとかね、はい、フロッピーディスクは結構画期的でしたけどもね。ああそうなんですか。僕なんかまだ分かんないですけど、うん、フロッピーでそのなんていうのかな、僕なんか 3.5インチですね、それに5インチ、7インチってあったわけですからね、うん、一番最初8インチですね。あ、8インチか、8インチで5インチで 3.5 インチで、こんなでかいですよね。8インチはでかかった、でかい割には入らない。おお、そうですか、へえ。そんなんで、あとそのハードディスクっていうのが、ね、はいはい、出てきて、で覚えてるのがその NEC9800 に、はい、ハードディスクが20メガバイトですよ、ね、20メガギガじゃなくてこんな感じの大きさでね。でもいっぱい入りましたしね、おスピードもそれなりに、フロッピーディスクでね、あ、まあそれに比べればやってるとですね、はい、そしてはね、はい、動く形でそのコンパイルとかってやらなくちゃいけないんですけど、はいはい、ちょっとしたやつでも5分ぐらいかかってたんですよ、はいはい、終わるのに、はあ、全然スピードがね違いますね、はい、ハードディスクだとね。あ、じゃあそのフロッピーだとジーコジーコって言いながらやってるんですよ。言いながらね、終わらないですよ。5分ぐらいかかるの分かってるから、その間別のことをやるみたいなね。でも、うん、その HDD だとパッとできちゃってる。多分、はい、10秒か20秒で終わった。それでもまあそんなオーダーではかかったと思いますけど、全然違いますよ、スピードはね。じゃあその時初めて体感した時、おお、すごいと思いました。すごいですよ、やっぱりね。それはまあ話に聞いてて、それで実際やってみて、おお、すごいなっていう感じでした。やっぱりそこにその将来を予感しました。いや、もうその時点ではね、はい、パソコンが随分世の中出てきてて、はいはい、で以前パソコン以外にそのワードプロセッサーがありましたね。今ワードプロセッサーないですよね、はいはい、で多分ワードプロセッサーはパソコンに置き換えるだろうみたいな、そういう形で思ってたんで、どんどんこう使いやすくなっていくかなっていうね、うんうん、そういうふうには思ってました。その後で Windows という、ね、はい、グラフィカルのやつが出てきたんですけれども、はいはい、まあそれは画期的ですよね。そこで我々みたいな素人がね使えるように。そうですね、はい、まあ、テキストだのコマンドだのやってるうちはわけわかんないんで、それこそ表とかね、コマンド表なんか見ながら首一匹でやんなきゃね、めんどくさいですよね。そうですね、それよりもグラフィカルにね、ぶ
チプチってやるだけで、そのやっぱりあのマウスの技術も大したもんですよね。はい、そうですね、はい、あれが出てきて使いやすくなりましたね。はいはいはい、まあそういうのが一番ね、例えばこうやってカチャカチャカチャってエンターンってやるのが普通だったのが、こうやってパチッパチッって、ね、そう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 、はい、みんな早いんですよね、うん、でこのみんな覚えてますからね。そうですよね、表なんか見てないですけど、そうなんですよまあそういう形でやってきたというところです、うん、まあそういうのが大体黎明期ということですね。はい、うん、まあそれからだんだんと、時代が下ってって、そのだんだんどういうふうな形でそのなんていうのかな、世の中にそのパソコンっていうのが影響を受けていったって感じなんですかね、その実感としては。実感としてはですね、Windows 95っていうのが出てきた、はい、1995年ですよね、はいはい、そこがね一つのきっかけだったのかなと思うんですよね。ああ、やっぱりそれはそのグラフィカルの処理ができて、そのオペレーションがコマンドとかキーボードじゃなくて、そのグラフィカル的にできるよ、ね、まあ、はい、ダイレクトに直感的な話でできるのと、はいはいはい、あともう一つ大きな要素が、それまでのパソコンってなかなか共通化されてなくて、はい、例えばネットワークにつなぐとかやる場合にはすごく苦労してたんですよ。ああ、そういえばそうですね、あの整合性が保てないわけだから。そうそうそう、あの相性が、ね、相性とか言ってましたね。でパソコンにそのネットワーク接続用の、はい、ボードをね、はい、買ってきてつけて、接続してってやるから、そうするとですね、結構その技がいるんですよね。おお、なるほど。そのボードのメーカーも違って、はいはい、コンピューターのメーカーも違うから、はい、ちょっと相性が悪いからこれはダメだとかね、はい、ちょっとこういうことをやるとうまくつながるとかっていう、うん、そういうのがないとつながらなかったんですよ、はい、でかなりそれをつなげるのは大変だったんですけど、なるほど。で Windows 95からは、はいはい、ある程度自動でできるようになったんですよ。おプラグインプレイってやつですか。そうそうそう、はい、それができるようになって、はい、それでも、ね、できないのあったんですよ、はいはい、でそれはまあ、できるようになったけれども、はい、それまでに比べるともう随分楽になって、いわゆるそのプラグをつなぐと、はい、自動的にそのソフトウェアをインストールしてくれて動くようにしてくれるみたいなね、はいはい、まあ今でいう、まあ、Windows なんかよくね出てきますよね。そうそうそう、あのドライバー当たりましたとかね、あれはね、あれよりは出来悪かったんですけど、はい、それまでに比べると全然良かったから、だからそこがきっかけで爆発的に広がるようになってきたのかなっていうのが、じゃあそういう意味ではその Windows っていうのはこうなんていうのかな、その時の時代の先端を行ってて、それでいてその功績もあったっていう。そうですね、爆発的に広がりましたよね。まあその頃マッキントッシュもありましたけどもね、はい、やっぱり Windows の方がたくさんの人使ってたんで、それがそういうふうに使えるっていうなった時が一つの大きな天気ですね、ターニングポイント、うん、そこでそのみんなが使い始めたってこと。そう、使えるようになったというと、つまり業務用からそのパーソナルにこう転換したのが大体95。そうですね、うん、あ、なる。まあそこら辺は僕も、まあ、XP あたりから使い始めたんですけども、まあ、30いくつだったかな、それもあの若いやつに教えてもらってって感じでしたけどね。そうだから95を改良したのが XP じゃないですか、はい、で XP ってさらによくできた OS で、はいはいはい、かなり完成形に近いですよね。お、うん、ああそうなんですか。でもあれは SP3 まであって、最初の頃は随分出来の悪いソフトだなと思ったんですよね。でも XP はかなり、うん、まあ、長期間使われ、ね、使われましたもんね。安定して動いてましたね、はいはい、うん、確かにそれ言えますよね。ただ、SP2 の時だったかな、やたらすごい改造があって、その変あの SP3-2 にするまでに相当こうアップデートしたりなんだりしてやってましたね、うん、あの時はもう、なんだこんな改造になっちゃったのかなと思いました、うん、結構いろいろトラブってね、困ったことありましたけどもね、はい、でも今思うと、はい、まあ、なかなか良かった。まあ最後の方になればね、すごい出来のいいソフトウェアになってましたよね。まあ、そういう感じでやってきて、それから、まあ、もう少しで時間になっちゃうのであれなんですけども、まあ最後にその、だんだんその Windows とかそういうものが発達してきて、その、うん、日本システム開発としてその例えば、まあ、Windows の発展とともに時ではないですけども、その
コンピューター社会という、カテゴリーの中でその時代に沿ってどういうふうな発展を遂げてきたんでしょうかね。その、まあ、会社とともにその亀井さんがどんなことを考えてきたかとか、そういうことをちょっと最後におっしゃってもらって、それで前編終わりたいと思うんですけど。はい、そうですね、やっぱりその流れとして、はい、やっぱりどんどん社会が変わってきたかなというのがあって、はいはい、まあ、我々そのマイカルクとか作って、うん、それはまあとりあえずやめにしてっていう話もあって、はいはいはい、であとその大手の電機メーカーさんからの下請けの仕事多かったんですけども、はいはい、まあ、それ以外にね、ちょっとやっぱりいろんな業界もどんどんコンピューター使うようになってきたかなっていうことで、うんうん、まあ、いろんな業界のそのいわゆるソフトウェア、業界のソフトウェアを作ろうっていう話になって、はいはい、で今でもやってるのが旅行業関係のね、はい、ソフトウェアっていうのをやってますね。だから、まあ、なんだろうな、そのもういろんな業界でコンピューターを使えるようになってきてて、そのまずはその企業に浸透していって、はい、それを今度は個人に浸透していってっていう形になってきてるっていうのは、流れとしてはものすごく大きな流れ。ああ、やっぱりそれは一つの産業が成立したってことですよね。うん、はい、それそうなんですね、はい、でこの業界の売り上げも、うん、1990年から比べると、うん、規模として3倍ぐらい、3倍ぐらいになってますから。やっぱりそういうその、まあ、一つの、ね、コンピューターの、マシンができることによって、その一つの産業ができたっていうことはありますよね。そうですよね。じゃあ、もうそろそろ時間なので、前編を終わりたいと思います。今日は、日本システム開発株式会社の亀井社長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。目を閉じればすぐそばに。